はい、どうも皆さん、こんにちは。僕です。ということで、今回はハントレスを使ってディスターブの音で遊んでいきたいと思います。ということで、今回のコンセプトなんですけども、すべてね、悶絶のフック構成ということで、やってきました。ということで、氾濫する憤怒、そして共鳴する苦痛、苦痛という名の賜り物、重傷と遅延と投資ですね。それプラス、ハントレスに強いのは、もちろん、アイアンメイデン。ということで、持ってきました、この4パーク。やっていきましょう。トーテム壊してないですか？ん？近くに絶対いらっしゃるよね。いたね。オッケー。ヒロミンなんで、アドオンが。今をしっかり当てていこう。そしたら、デッドハードはね、もうものすごく使えなくなるんで。なんかいるな。なんかいたね、今。なんか端っこいたよね、今ね。さすがに見えてるけど。もうお水したか。オッケー。さあ、ということで、先ほども言ったんですけど、アドオンに持ってきたのが、ヒロビンとバブーシカでございます。さあ、この構成はね、悶絶のフック、吊るさないと始まらないんで、まず吊るします。これ、悶絶のフックの生成が悪かったら終わりだね。よーし、ここにフンが入る。オッケー。さあ、こっち側にね、一人いたんで。おっと、メイデンが入る。いるね。このエルディちゃん、メイデン。まあ、テオノやったらワンパンではないんでね。しっかり殴らないとワンパンにはなりますね。さあ、フンヌ。あ、惜しいな。今のフンヌの良さ見せれると思ったんやけど。待って、これ狙えるんじゃない？くそ、無理か。一瞬見えたよね。よーし。しっかりステイン隠しで騙していきます。まあ、今のが見えたのね、フンヌのおかげなんでね。オライト。しかも釣ったら重傷。さらに遅延も入る。まあ、悶絶の生成頼りにはなるんやけど、まあ、蹴らないハントレスにはめちゃくちゃいい生成、いい生成ってか、いい構成なんじゃないか。オッケー。さあ、斧回収しよう。これ2階に逃げたっぽいね。端っこ回してたのが一人いたはずやから。さあ、こっち側に回してたよね。そんな楽には回せませんよ、と。さあ、これフンヌで見えたらいいな、開いた。よし。なんか甘えてる人いない？いないか。これがフンヌで見えちゃうのが強い。こんだけキルペース早かったら遅延めっちゃ入れれるね。しかも全員均等ずりすれば、重傷効果も与えれるんで、めちゃくちゃでかいね。さあ、フック釣っていきましょう。いや、ロマンあるね。いいね。で、一番待ってんのが向こうやから、だね。3本やけどいいかな。降りるかな ?2 回回してない回してるよね。スマ着ではない。これちょっとリスキーやから、しっかり狙えるときに狙おう。よーし、いいね。窓から出る？窓は出ない。うまいね、ルートが。うまい。これ飛ばれちゃうな。そこの板って入ったっけ？入ったな。無理かーん。くそ、じゃあ一回、斧取って。ルートがうまいね。ハントレスが通せないところをしっかり通っていってる。まずいんじゃない？ヒロビンなんで、デッドハードは当然ないですよ、と。で、この子も、ショズリかな？いつにもやったっけ？ちょっと忘れちゃったけど。まあ、これフンヌに吊るして、フンヌとも、フンヌと共鳴と、たまり物を吊るして、確認しよう。どこが一番持ってるか。ここやね。了解しました。2回こっそり回してるとかない？あの子しょずりやね。よしよしよし。蹴って、分泌してる子を探したいな。1? んー、見えなかったね、今。なんで見えなかったの？あー、ミスった。もったいね。無理か。これ当たらなかったら怖そう。いやー、これ怖そう。無理やね。
ポジションが強い。で、一人こっち側に行ったよね。よし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 。しっかり当てていきたい。わあ、いや無理か。悔しいね。今の当てたい。斧取って。これもう一人いない？あ、いないか。なんかもう二人いそうな気がしたんやけどね。気がしただけかな。でも結構真ん中回したがるから、ここら辺警戒しながら、向こうにも足跡があるんで、通っていきたいね。二人いる？そんなに回らないはずやけど。一人やと。くそ当たんない。わよし。それはミスってくれた。でかいねー。よーし。さあ、板感怖いんで、しっかり下がりながら担ごうかな。よし。で、共鳴が一番回ってるあそこに入ればいいんだけど、つくよね。やっぱ二人よね。了解です。さあ、つってこう。さあ、一番回ってるのが小屋前か。なるほど。どうやろ、僕がここ回してたら、救助待機すると思うなぁ。ってことで、ここら辺に降りそうやけど。いませんか？僕が救体、救助したの？してないね。さあ、一点もおかしくはないけどなぁ。さあ、ここがね、一番回ってたんで、一応見に行くか。これ、いるでしょ。いるね。これは、無理やねー。殴っちゃいましょう。救助行く？お釣り交換。偉いね。この釣り交換ができるかできないかで変わってくるよね、だいぶ。よし、もう一回。吊るしていきましょう。とりあえず、重傷をばらまいていきたいね。みんな釣って。またそこ入る。ってことは、他は回ってないね。まあ、これ、発電機はどんだけ回ってるかの確認もできるから、やっぱ強いね。さすがに当たんないか。まあちょっとここ強板なんで壊しておこう。それまずいんじゃない？デッドハードない。これ上から狙えないかな。多分救助行かれるやろうけど。無理か。できれば上狙いたい。無理かー。くそ、今の決めたかったな。遠投の調子悪め。まあいいや、吊るしちゃいましょう。でも、この子に関しては飛びなんで、ここの門で強いんで置いておきたいな。あ、でも、共鳴入れたいな。共鳴入れ。吊るしていきましょう。どこ回ってる？やっぱ一番回ってるのは小山屋か。でも、言うて、結構交代してる。よし。ジャングル入る。ああ、ちょっとずれたか。ちょっと待って、これ進学士引っかかるね。お、えらい。お、注射器か。注射器はちょっと予想つかなかったね。疲労入れて、まあおそらくこういう逃げるよね。だよね。まあでも1階と2階の強板ないんで、強い場所といえばその窓やけど、届く？ここら辺で殴っとこう。よし、OK。まあもうここ飛ぶことを予測してね。先回りで殴っておきますよと。これどうやろ。悶絶の生成は1234。普通だったらハズレの生成やけど、こっち側でみんなダウンしてくれたから、今回は当たりやね。ここが一番回ってんじゃない。回してるね。共鳴入れ。よーし、これ共鳴入るのでかいな。反対側回ると見せかけてステインガクシ離れるか。えらい。だったら、斧回収しようかな。小山屋もちょっとずつ回ってきてると思うので、そっちも警戒しながらやっていきたいね。ここで目視できたらええんやけど、回す。まあ、2回しやろうね、これは。救助いける？無理か。さすがにロマンを求めすぎた。いるね。やっぱ2回しやね。まあ、飛ばしてもいいけどな、正直。まあ、固く立ち回るんやったら飛ばす方が絶対いい。一応2本分は残しておくか。さあ、救助行くか。
これはいけないやろうね。メグちゃんも来て、んー、メグちゃんも来れてなさそう。これで行ってたら偉いけど、ま、さすがに来れないよね。オッケー。じゃあ、斧回収して、足跡あるね。いるね。まっすぐ行くかな。中入る？入らない。くそ。かわすと思ったんやけどね。わあ！うまい。でもこれ隠れないっぽい、ね、あ、それは予想できなかった。まあ殴れそうやね、一発。まあ斧殴って気を入れたかったけど、斧で先回り、飛ぶ、飛ばない、回ってるね。いるね、真下にいるな。はいはいはい。出たの？ある？なさそう。よし、しっかりね、アイビルがない場合は、アイビルがない場合は足音聞いて、まあ落ちれる穴からね、落ちよう。ディスターブドの場合はね、足跡あるじゃん、痛い。よし、オッケー。この音密しっかり見つけれるのがでかいね。まあ偶然ちょっとね、今の足跡があったけど、ありがたかったね、それで。よし、いや、いいね。全悶絶用フック構成。楽しいね。遅延もして、投資もして、さらに、重傷効果か。まあ、言うたら遅延か。もう入れて、メイデンで、斧を回収早くして。いや、爽快感あるね。ということで、この構成が面白かったなと思った方は、高評価とチャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、僕でした。バイバーイ。